ゲルゲ。今回ご紹介するのは、平田優香さん。別名義街道1号。なんだ、この名前は？後で説明する。1983年9月15日生まれ。北海道出身。血液型は A 型。デビューは1998年。初めてのオーディションを中学2年生の時に受け。1998年のミュージカルのピーターパンのオーディションでは、最終選考まで残りましたが、落選します。残念。しかし、このすぐ後、同年の、ジャパンアーティストオフス、第32回新人プレゼンテーションを契機に、芸能界入りします。1999年、第10回ヤングジャンプ全国女子高生制服コレクションにノミネートされました。2001年3月14日、イメージ DVD、一緒に行こうよを発売。若いですね。2001年7月17日、写真集、フライングを発売。2002年3月30日、写真集、アスタマニアーナを発売。2002年7月17日、平田優香写真集、ミリオンムック、ボリューム1を発売。2002年12月12日、写真集、リバースを発売。写真集どんどん出るな。2003年3月、東京都立代々木高等学校卒業。2006年7月28日、イメージ DVD、また会えたねを発売。2006年11月24日、イメージ DVD、ホワイトキャンバスを発売。グラビアアイドルしてますな。そして、2007年2月18日から、銃剣戦隊激レンジャーで、メレ役で出演し、注目を集めます。メレ様来た。メレは、臨終殿の幻灯手、リオへ無償の愛を捧げる、若く妖艶な女性の姿をした幹部です。僕にも無償の愛を。2007年4月27日、イメージ DVD、H。2007年8月25日、イメージ DVD、マイマイ。2008年1月25日、イメージ DVD、太陽と月、ティダ、チーチー。2008年6月20日、イメージ DVD、南国フルーティ。2008年9月26日、イメージ DVD、アニューホープ、新たなる願い。2009年1月30日、イメージ DVD、クリア。2009年9月25日、イメージ DVD、横顔。2010年1月29日、イメージ DVD、平田優香の正しい見方。2011年4月8日、イメージ DVD、あなた巡り。2013年1月18日、イメージ DVD、二人巡りを発売。ちょ、イメージ DVD 出しすぎ。2013年1月28日、自身のブログで、オフスにグンニーバを退社したことを発表しました。DVD 出しすぎたからかな？そんなわけない。2014年4月3日から、アクロスエンタテインメントと業務提携することになり、声優としての仕事を増やしていくことになります。声優もしてるのか。同時に舞台での仕事も増えていき、2015年、舞台、魔王ロス症候群、の臨役。2016年、ロックミュージカル、ブリーチ、もう一つの地上、で、宇野花烈役。2017年、文豪ストレイドッグスで、樋口一葉役。2018年、マクロファージ役で、体内活劇、働く細胞などに出演します。2019年には、舞台、幽々白書、に出演し、ボタンを演じます。舞台幽白、超見たかったのに見れんかった。この舞台では、劇レンジャーでリオ役の、荒木博文が小閻魔役で出演しており、リオ&メレコンビの再共演が話題となりました。2017年、小学館の漫画サイト、サンデーウェブリにて連載の、アイドルをテーマとした小島武の漫画、土地の木のどかのアイドル日常に、街道1号名義で原案協力として参加しました。ここで1号か。主人公の女子高生、土地の木のどかのモデルであり、足立みつるが彼女の由来などを考えてそのペンネームを名付けました。なぜじゃみつる、誰か説明してくれよ。2018年、映画、宇宙戦隊キューレンジャー VS スペーススクワットで、数年ぶりに、メレを演じることになりました。映画館で見たで、メレ様。2022年、14年ぶりにシュープレのグラビアに登場し、平田優香写真集、けなげを、デジタル限定で発売しました。大人っぽい。大人ですから、今後も幅広い活躍を楽しみにしています。またメレ様演じてー。